漫才師の吉江師匠がこの松風を使っていて、松風って言うのよみたいな、もう誰か、もうどの番人が見ても俺の書いた漫才が一番ウケてるんですよ。気がついたら漫才作家になってた。僕のこの本庄清永っていう小説は文章よりも圧倒的に会話が多いんですよ。芸人さんと付き合うのはもうね大変ですよ。もう芸人さんと付き合うということは食い物にするか食い物にされるかどっちかです、ね、ご機嫌よろしゅうございます。落語できる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。この和菓子チャンネルもですね、随分と回を重ねてまいりました。いろんな企画もしてまいりましたが、今回はですね、もうガラッと雰囲気を変えまして、初めて対談ということにチャレンジしてみようと思います。そしてそのお相手は素晴らしい方でございます。作家の畠山健二先生でございます。先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生はですね、もうただいまヒット街道爆心中でしてね、この本所おけら長屋というシリーズがもう108万部突破、もっともっと今伸びておりますが、歴史小説でもって名を馳せておるわけでございます。このどうですかね先生、この本所おけら長屋について、まあ、簡単にご説明いただきたいと思いますが、まあ、これはあの舞台がですね、まあ、江戸で言いますと本所亀沢町、まあ、今でいうまあ両国ですね、うん、そこにあるまあ長屋の住人たちが織りなす笑いと涙の物語という、もう自分で書いてもう自分で読んで泣いてしまうというそのぐらい素晴らしい小説でございます。わかりました、はい。まあ、実際ねもう それだけ売れてるわけでございますが、はい、まあ、実は今回この私の和菓子チャンネルにエールを送るような作品も書いてくださったということで、それはまた改めて、お伺いすることにいたしますが、でこの体制なんですが、私がなんかちょっと座高が高いような感じになってますが、そうではございませんで、先生が正座が苦手、はい、で私が油が苦手ということでございましてね、この正座の方が楽なんですよ。なんかね、ほら師匠の場合はいいですけど、はい、まあ、ほら僕らの場合はこう正座するとなんか説教されてるみたいな気になってしまうんですね。はい、なので自由奔放に発言するためにはあぐらかいてた方がいいんじゃないかななんて思ってるわけでございます。はい、した。それではですね、また第1回のこのゲストになぜ先生をお願いしたかということについてちょっと申し上げますと、もう長いお付き合いなわけでございますよ。長いですね、もうね、本当。私がもうなんて言いますか、成り立ての前座の頃から、ですからもう32年ぐらいになるわけなんでございますが、その時にご縁をいただきまして、で先生に私の会の企画構成とかですね、その時漫才を書いてらっしゃって、まあ、演芸作家としても活動されたんですね。そこでもって、まあ、私の落語も実は先生に書いていただいて一本 CD に化されているものもあるんでございます。そういったずっと長いお付き合いでございますので、ね、だって僕ももう63になりますけど、はい、師匠と初めて会った時はねまだ20代だったかもしれないよ、29ぐらいですかね。そうですね、私は28だったと思うんですね。もう思い出しますよ、今は亡き幻の若竹ね。若竹ありましたね。寄席若竹にね行ったんですよ。そしたら龍薬師匠が前座で出てきまして、はい、で、あこの人ねちょっといい落語するな、面白いなっていうのがあって見てまして、で次に出てきた方がね、あまりにも面白くなかったんで外にね出ました。売店があるんですよ。で売店、前座さんって前座から売店に来て仕事したりとかですね。で売店に来たので、そこで「さっきの落語見ましたよ」みたいなんで「すごく良かったじゃないですか」みたいな話してですね、寄席に行って客席より売店の前にいたという金返せっていう感じでしたけどね。いやいや、また失礼いたしました。ありがとうございました。まあそんなことですね、いろいろなご縁があって、もちろんこのね芸人との付き合いが深いわけでございます。そこで本日の和菓子はですね、はい、先生ご推奨の、これはお店はどちらになるんでございますか。これはね浅草の雷門の斜め前にあります、うん、はい、亀十という、もう今行列がねできてるんですよ。またあそこの真ん前にバス停があるんですよ
どっちに並んでるのか分かんないんですよ。なるほど、だからあの僕の知ってる人がバス停だと思って並んでたら知らあの気がついたら亀十に入っていたんですね。もう大変な人気でございまして、ね、どら焼きがね結構ね評判が良くて、ね、はいはい、いるんですが、はい、でこちらはでもどら焼きではありませんですね、はいはい、これはね、 あのね松風というね、まあ一応あのどら焼きの次に有名だというようなところ でこれはあのなんで、まあ、僕が食べるようになったかといいますと、はい、あのまずね内海桂子よしえ師匠という漫才のね、はい、その漫才師のよしえ師匠がよくあのお使い物としてこの松風を使っていて、それでまあ僕もあの吉江師匠から頂戴しまして、うん、師匠これもうものすごく美味しかったですよって言って、言ったらあのいやこれ亀十の松風っていうのよ、うん、あのそんなあの優しい喋り方じゃなかったですけど ね、 ね松風っていうのよみたいな、非常に厳しいというか、チャキチャキの江戸っ子っていう感じのね、でまあそれから僕もたまに買いに行ったりとか、あのちょっとね、あのなんかねちょっとどっかに持っていくときに使って、もうすごい評判がいいです。そうですか、じゃあ早速私、頂戴させていただきます、はい、これもうここですかね、ガブリといっちゃっていいのかな、はい、これはやっぱね、このこう蒸しパンのようなんですよね。あー、なるほど、ふわーっとしますね。でちょっとね、香りがこの黒糖の香りが、なるほどなるほど、やっぱあの僕が好きなその、うんうん、その和菓子っていうのはシンプルなんですよ、うんうん、なるほど、シンプルイズベストなんですよ、はい、ちょっとね私もねいただいてみましょう。この方がやっぱりね店の腕とか素材の力とかいうのははっきりしますからね、うん、まあ、これはもうね蒸しパンが好きな人はたまりませんよ、このこれだけでいいんですよ、うんうんうん、だからあのうまいね、うん、こうあんこが真ん中の方に入ってるんですけど、うん、逆に言うと、うん、あんこなかなか出てこなくていいんですよ、うん、このあの蒸しパンを食べたい、うんうん、どら焼きでも結構その皮っていうの、そう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 、あっちが好きな人って歯がいるじゃないですか、うん、で一定数必ずいるんですよね、うん、いやだからこれ別にあんこは必要ないんですよ、もともとあんこないの売ってんのかな、でもこのでこう真ん中でこうあんこが出てくるっていうのがまた、うん、いやでもこのあんこがうまいですよ、うん、さすが、さすがね、亀十さんですね、うまい、うん、で、これはなんか、うん、あ、もうちょっと原型がね、なくなってしまいましたけど、うんうん、まあ、見た目が松の木に似ているから、うん、なんか、松風っぽい、で、どっから見てもすぐに見えなかったっていうですね、うん、まあ、要するに、謎の命名みたいな、ね、あるね、そういうのって、うん、あるんですよ、うん、うまい、うん、それで、あ、まあ、ちょっと一文字いただきたい、うん、まあね、でも、うん、この師匠もこの世界からもう30年、もう3年になりますね、33年ね、もういやもう4年か、4年だ、今そうそう、自分でも分かんなくなるぐらいね、うん、いや僕があの漫才コンクールで、うん、あのNHK の、ね、コンクールでさ、あの書いた台本で最優秀賞を取ったのが昭和61年なんですよ、昭和ですよ、昭和61年、うん、それでね、このね、うん、なぜ漫才作家になってしまったかというか、笑、うん、芸、笑う芸ですね、笑う芸、笑う芸の作家で笑芸作家って言ってた時期あって、なんでそういうことが始まったかって、これがまた面白いですよね、うん、もうね、あるまあそういう話はいいですか、いいですか、こうしていいですか、あるあのね、その昭和ね、あれ60年ですよ、であのね、まあ今でもあるんですけど、まあ、あの当時あのフィリピンバーってありました、フィリピンバーやったんだ、これはやったんですよ、またこれがね、あのほら、あのほら僕は仕事と違って、僕は英会話の勉強にしてたんですけど、なるほど、あの私はフィリピン語会話の勉強だねで、そこにその雇われマスターをしてた方が、うん、昔ちょっと売れた漫才師の方だったんですよ、うん、ちょっと今日はねちょっとあの名前は、うん、ちょっとね、ちょっとね伏せますけど、でまあその人、ああの昔漫才やってた人ですよねって言って、うん、でよく知ってるねってこと、いや僕も漫才大好きで昔からもう松竹演芸場とかいっぱい行ってましたからって言って、でその頃ってほら関西の漫才ブームだったんですよ、うん、
でもテレビ出てくるのも全部関西の芸人、東京押されて押されてね、そうそう、だから、うん、そう東京の漫才師は何をしてんですかみたいな、うん、それで、うん、あのやっぱねもうネタがつまらないとか言って、うん、俺が書いた方がまだ面白いもん書けるって、お前素人が何言ってんだっていう話、かなりの大御所でしょ、もうその時点で相手は、ね、言えませんけどね、そうそう、でもその大御所なのに雇われましたってのもね、またねあのなんかあそこ、ね、まあ、でまあその方に、まあ、ふざけんなみたいなとか、いや俺だったらもう今の東京の漫才師で面白いもの書けるって言って、じゃあお前書いてから行ってみろって言って、それで若手の全く売れていないその女の子の漫才を紹介されたんですよ、漫才師を。でこれが見に行ったら本当にもう箸にも棒にもかかんない漫才だったんで、でまあ僕も全くのね素人だったんですよ、それまで何にも漫才書いたことない、書いたことない、でそこに行って、まあその台本をじゃあ書かさせてくださいと言って、うん、あと演出も僕の好きなようにさせてくださいって言ったんですよ、うんうんうん、そしたらまあそのね、その芸能事務所、うん、今はもう魔石芸能者ですから、うん、今もうちゃなんちゃんとか出川とかね、うん、ね、もうみんないるところですよ、大手ですよ、大手ですよ、その先もう今亡くなりましたけど、その先代の社長が、まあどうせね売れない漫才師だと思ったんでしょうね、うん、だからあもう好きにして結構ですみたいな、普通はね、漫才師に台本を上げてしまったらもうそれでおしまいなんですね、そうなんですよ、作家の人っていうかね、だけどまあ書いたものはこういうふうにやってほしい、うん、で君たちはこういうところこういう勘違いをしている、うん、例えばねそれはどういうことかっていうと、俺は万人からそのまんべんなく中ぐらいの笑いを取るぐらいだったら、うん、8割の人間がそっぽを向いても2割の人間から大爆笑を取るっていう、うん、そういう漫才したかったんですよ、うん、だからちょっとそのなんていうのきついこととか、うん、もう平気で言ってしまうみたいな、うん、でまあその半年後かな、うん、NHK の漫才コンクールってあったわけですよ、でまあ予選に行って誰も通るとなんて思ってないわけですよ、そしたら予選通ってしまいました、で本選です、全国ネットですよ、ね、で会場行ってもうイーノホール、うん、ね、それでそこやったらもう誰かもうどの番人が見ても俺の書いた漫才が一番ウケてるんですよ、だ結構怖いじゃないですかそういうの、うん、なんかまあねもうこの場だから言ってしまいますけど、なんかほらみんなが、うん、要するにどっこいどっこいで対して面白くないと、うん、なんか順番じゃねえかとか言われてたんですよ、うん、実際だってもうその時もう自分もそのある程度 その年功とか、そうそろそろ今年こいつ来るなみたいな、その頃は結構あったんだ、でそのリハーサルの時にその時に一番あのベテランだった漫才師が、受賞式のリハーサルやってたからでだからこんなもんなのかみたいな思ってたわけ、でももうほら突出して笑いを取ってしまえば、うん、もうでそれ、うん、テレビで放送されてるわけですから、うん、それでそのもうまさかの最優秀賞取ってしまったんですよ、だからでもうで気がついたら漫才作家になってた、でほぼ依頼から来るようになって、そう、うん、でその子そういう漫才師が若竹さんとかにも出てたんで、うん、よく台本書いてたから見に行くようになったわけですよ、うん、でそこに師匠が出てた、ね、ご縁ができたっていう、そう、まあ、ですからその、まあ、そういったことが、うん、本庄おけら長いね、逆に言うとその笑いもたくさん散りばめてこのそこが非常にまた評判がいいっていうのも結局はつながってるんですよね、うん、僕のこの本庄おけら長いって小説は、うん、文章よりも圧倒的に会話が多いんですよ、なるほどだからそれはどうしてかというと、うん、漫才作家だったから、うん、文章で状況を説明しないで、うんうん、2人の人間が出てきて今どういう状況になってるのかっていう、だからこれがほら例えばね藤沢周平さんね、うん、先生なんかだったらもう文章で季節感とかをきれいに出していくわけですよ、うん、大川のほとりに桜がどうのこうのなんとかって言って、でその文章からそのなんて季節感がにじみ出てくる、うん、そういうことができないので誰が出てきて いい桜だねおいみたいなのでその会話で人にでもその方が意外と読みやすいという、なるほど、うん、落語がそうですからね、そう叩きながらこうナレーション入れるよりも、そうよ、ね、やっていくのは、うん、そこで場面がこう、うん、描かれるわけだから、ほら
もともと文学賞なんか取れる作家じゃないから、うん、いやいやいや、そんなことない。だからもう本当もうね、もうほら売れればいいと思ってたんですよ。もうねこれ世の中あのいやそんなこともないですけど、でもあの本当にあのでもほら万人の人に読んでもらう、うん、もうああもう文学賞なんかもう一切いらないですもん。いやでも、ね、これだけ売れればもうね素晴らしいですよ、108万部ですからね。まあ、それでですね、まあ、ですからちょっとね、あの私がそのこういった和菓子チャンネルを始めるようなきっかけになったのも、はい、芸人同士の付き合いですよね、はい、でその時に必ずあの、うん、和菓子を頂戴したり、うん、あと、まあ、お客様がね、楽屋に届けてくださったりすると、まあ、先生って立場がね、ちょっと違うんですよ。ちょっと高いんですよ、やっぱり芸人的に言うと、書いてくださるのはちょっと先生ですから。だからそんなに気を使うこともないんでしょうけど、ただ大御所はいますし ね、その時何か持っていこうとか、そういう時ってそのいわゆるその先生の目から見て芸人との付き合い方、あるいはそういう気の使い方、はいはいはい、っていうようなこともちょっとねえ、お伺いになると思うんですよ。もう芸人さんと付き合うのはもうね大変ですよ、うん、もう芸人さんと付き合うということは食い物にするか食い物にされるかどっちかですよね。もうあの芸人と付き合って寝所を潰したとかそういう人も中にはいるわけですから、またでほらで、うん、そうそう、今ほら今はどうか知れませんけど、まあ一昔前だと芸で食べてる人よりよいしょで食べてる人とかのがいっぱいいて、でその人の方が豊かな生活をしてるっていうケースもあるんですよね。だから、うん、生地落語が上手い人の方が融通が効かないとか、まあ、そういうこともありますからね。だから昔はそのおだんって今でも言いますよ、スポンサー、これはもういわゆる雇われ社長でない社長が主力だったわけですね、遊びの、そういうとこは違います。いやだから例えばこの下町でも、例えば向島とかも、下流会なんかでもそうですけど、やっぱりその中小企業がこの景気が良かった、要するにオイルショックまで、昭和45年ぐらいまではものすごく景気が良かったですよ、それはやっぱり中小企業の社長っていうのはてめえで金をね使えますから、ところがやっぱ雇われちゃうね、社長はお金使えないじゃないですか。だからやっぱりそういう下流会も園芸会もやっぱり時代が良くなかね、時代が良くなきゃ、時代が悪い、もうだからもう言ってしまえばもう落語 と、ね、とか小説なんて人間がね生きていく上でいらないんですから、普通こんなん別にね、本当ですね、なくたって死なないんですから、だから余裕が出た時とかにちょっとそうやってねちょっと向こう島でも行ってみようかとか本読んでみようかとかねするので、だからやっぱ景気を良くしなきゃいけないですね、まず。なるほど、本当そう思いますね、だから昔はだからね、太鼓持ちなんかでも財布そのまま旦那から預かって、で旦那を遊ばせて、旦那これだけ余りましたって言ったら残りは全部渡して、空の財布を旦那がこの懐に入れるっていうね、いいじゃないですか、そういう遊びがありましたですけどね、もう結構いろんな師匠方とね、まあ、私はその落語家に限ってますけど、まあ、特に稽古吉井師匠とかね、はいはい、ああいう大御所中の大御所とか、まあ、A 六助先生とかね、はい、まあ、いろんな方ともお付き合いありましたけど、相手のこう何て言いますかね、に、まあ、我々のことハマるっていうんですけどね、どうやったら相手の心をつかむかっていうのを、まあ、芸人ではなくてまた先生の立場から、こんなところがあるよみたいなことがあったら、ちょっと伺いたいんですが、やっぱりね芸人さんとね付き合うのとね、やっぱりまず自分の身を守らなければならないとなんですよそう、だからあのちょっと自分のちょっと年齢とか立場が上がってきた時に、まあ、絶対あの正月とかには寄席には行かない行かない、だってそう大変だからね、もう前座さんがいっぱいいて、もうお年玉みんなにやらなきゃならない、なるわけですよ。でやんなかったらあいつはせけえとか言われるし、ね、でやったらこっちが破滅しますから、あの一応正月はね、もう100人単位で待ってるからね、そうなんですよ、だからもう年末年始はずっと家に閉じこもってるんですけど、一応海外旅行に行ってこともありますなるほど、あとあの新内披露ってある、秋に、その頃にはもう先にいろんな用を入れておくとですね、たまったもんじゃないんですよ、本当。いや、まあ、そう言ってたらちょっと出してますからね、半分ちゃんですからね、いや毎週あるんですよ、
でほらよく聞くのが、飲んでる席とかなんかで、ね、あの要するに誰とは言いませんけど、まあ、あの先生、まあ、くるんできたのこんだけでとかいう話をちょっと耳にすると嫌だなこれなって思うじゃないですか。だからまあねえ、ちょっとそのお金の話置いといて、精神的な部分でね、ここがこうだったツボとかねありますでしょう。やっぱそれはなんていうんですか、その人その人の、例えば芸もそうでしょうし小説もそうですけど、ここで人に笑ってもらいたいとか、どこで人に要するに笑ってもらうのかとかっていうのをやっぱ研究してやるわけですから、その人の好きなこととか、ところにやあの要するに話題を前もって用意していくとかね、ただそれはあれですよ、ハマりたい人だけですよ、もちろんもちろん、ハマりたくない人ってのもいいじゃないですか、あえてハマると困ると、そう困るって、疲れても困るってのもあるわけですよ、そういう場合は適当な、もう臨機応変この世界は、でもほら芸人さんはだってあれでしょ、ほらやっぱお客さんに、やねハマれば呼んでもらえる、祝儀もらえる、それがね仕事じゃないですか。だからいいですよ、その芸人さんっていうのは実際会えるわけですから。だからほら要するに僕ら読者の人って会ったことないんですよ。だから例えば寄席とか会場にみんなが入ってもらって、俺が一人で前に座ってて300人が一斉に俺の本を読み出す。そこで誰かが笑うとか泣くとかって言うんだったら分かるけど、それをほら肌で感じたことが全くない世界なんですよ。だから当然ねすごく面白いっていう人がいて、もう絶対祝儀とかもくれませんし、ね、それいいじゃないですか、祝儀もらえるとまあね、まあ罵声もね直で来ますけどね、だからあれですよ、たまにまあどこかで例えば年配の女性とかが、もうあなたがそのこの根性沖縄が書いてるの、面白かったわよって言って、あそうですか、本当にありがとうございますって、本当にいつも買っていただけましてっていう人に限って図書館で書いてるんですよもうなかなか番が回ってこないんだって、買ってくれっていう、面白いわよ、ちょっとこれ少ないけどって、それはあんまないね、ないもう全くないですね、だからさ、小説家も芸人と同じなんですよ、カテゴリーは。ねえ、だからもう祝儀もうどうぞください。もう絶対遠慮しませんから、私はもう。なるほど。それでも、こう稽古吉井師匠なんてね、本当あれでしたけど、やっぱ結構難しかったですか、やっぱり。いや、お付き合いの仕方っていうのは。いや、もう何ですか、めちゃくちゃ。だからもう最初から、もう何、理不尽だと思ってれば。いいわけですよ。で俺前に忘年会がその日あって、でその楽屋にちょっと行ったんで挨拶したわけですよ、稽古師匠がちょうどあれですよ、和菓子みたいなのあったんですよ、で「あ先生あんたちょっとここに座って、これちょっとさどうぞ」なんて言われて、で「いや師匠これからちょっと忘年会でお酒飲むんでちょっと和菓子は」って言ったのは、ものすごいもう激凛に触れて、そう、あんたね、そんなね、意気がって酒飲んで、そういう人が缶コーヒーで死ぬのよ。いや、俺そこまで金、そこまで酒飲むなんて一言も言ってないんですよ。ただその1個の饅頭を食べなかっただけなんですよ。なるほどな。ですよ。まあだから、でも、今の落語家さんも、割と優しいじゃないですか、師匠連中が。30年前なんて、もう理不尽の塊みたいな、仕事でしたよね、でまた稽古師匠とかね、やっぱ厳しかったから、もう楽屋中ピリピリしてるな今なんかもうお友達みたいな人いっぱいいるじゃないですか、部活ですね、今ほとんどもう着物畳むのが5ミリずれちゃっただけでパーンってやられて、でもそうやって前座の時に仕事を覚えていくんですよね、本当そうですね。だからまだ僕らの時代、だから30年ぐらい前って、まあ、晩ご飯をご馳走してくれるって言って、真冬で雪が降ってる時に、
要するに俺らが酒飲んで師匠たちと鍋ついてる時に前座さんって外で立って待ってた時代ですからね。ありましたね、そういうことがね、うん、だからもう気になっちゃって、うん、あの師匠のこれあこんなことしてて1時間ぐらいして外行って投資してたらどうするんですかみたいな、いいのよそれが修行なんだからみたいな、うん、だからそういう時ってやっぱりお金も嬉しいけどやっぱ、ね、食べ物ってね結構ストレートに来るんですよね。だから、ね、先生もなんか原因うちに呼んでご馳走したりとか、はいはい、で私もこの間の全然40過ぎて入ってきて前座になったのがいたから、うん、やっぱそれ注意はねあれですけど、うん、大福美味しい大福をちょうどたまたまあったんですけどね、それをあげたらもう痛く感激していて、そのやっぱり疲れてるとねやっぱ甘いものを食べたいし、だからやっぱ食べ物でとにかくご馳走するっていうのはその同じ金額のものをあげるよりも、あの、ね、うん、効果的な時ってありますよね。だって昔その時師匠はいなかったんですけど、うん、まあ要するに師匠の後輩のままの人が前座ぐらいの時に、ええ、まあ、1回何人かでうちに来てご飯を出してあげたら、うん、これなんか食べ方がおかしいと思ったら、うん、だその時のほら前座さんってお金ないから、うん、多分あのペリカンみたいにこの辺に多分貯められるんじゃないかと思ったんですよ、うん、いやいやほんとバーッと食べててお前どこまで食べられるんだって、だからきっともう多分この辺に溜まってんですよ。でそれを次いつ食べられるかわからないからぐらいの食べ方で家帰って寝ながらもぐもぐしてそこから少しずつ食べるそれはそういう時代ですよ。なるほどね、本当に、うん、食べるってことだけがねもう楽しみっていうかね。だって前座さんとも収入ないんですよ、ゼロ円なんですよ、うん、だから要するにそのお客さんにはまってちょっとね小遣いやろうかって、うん、でまた最近そういう粋なお客さんも少なくなったじゃないですか、うん、だから、まあ、僕なんかはよくそういう落語会の打ち上げとか行くと割と前座さんにこれやってくれとかこうしてくれとかこれ持ってきてくれって言って、でその態度をよく見てて、まあ、帰りがけにご苦労だったねって言って、まあまあ、100万か200万ちょっと渡したりはしますけどね。108万からね。なるほど。でも今のお客さんって前座さんってそういうことをやるのが普通だと思っちゃってる人もいるんです。だからいやだからその行った人にはいや1000円でも2000円でもいいからくるんでやるとね、でそういう子たちはそれが収入なんだから、それがやっぱ落語会に来る客のやっぱねっていうのはそうじゃなきゃダメよって言って、そういう人たちに対しても教えていかなきゃならないんですよ。まあ祝儀の文化をね復活させないといけないんですよ。そうなんですよ。やっぱり下流界もそうだし相撲の世界もそうだし、うん、で全部このね、この上が下に出せばまた下その下もまた自分の下に出していくし、ずっとそれがいいこう循環でね。そう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 、あの本当祝儀っていうのは、ね、もう今師匠が言ったように文化な祝儀文化なんですよ、うん、だからそのチップっていうのはねすごいすごくなんていうの嫌な文化で、うん、くれチップっていうね、祝儀、うん、っていうのは一生懸命やった人に対して、うん、お礼として渡すという、うん、これのこの奥ゆかしさが、うん、だから今こんなね時代になってね相撲なんかでもお茶屋さんなんていなくなっちゃったけど、その昔はほら末席まで案内してくれたら必ずチップ渡してたんですよ、うん、だけど今なんかそれが当然みたいになっちゃって、だから昔は本当にあのチップを要するにあげないとっていうか祝儀あげないと嫌がらせされたんですよ本当に、うん、もうまだ三役ぐらいの時に片付けに来ちゃったりとか、うん、でちゃんと例えば5000円1万円渡しておくとビール持ちましょうかとか、それ忖度ですよね。そういう、うん、そういう文化っていうのは守ってほしいですね、うん、和菓子の話からなんでこんな話になってるのかよく分かりませんけど、うん、まあでもやっぱり食べ物っていうのはそういう少ない人の心をつかむっていうかね、掴みますよ、それはねすごく感じましたですね。やっぱ師匠はこういう番組やってるとやっぱ和菓子が好きなんですか。好きっていうかやっぱあだ、まあ、甘党であってから党ですからね。俺もそうなんです、うん、俺は割とやっぱり和菓子は好きでね、うん、だけどやっぱシンプルなものが好きなんですよ、うん、そういう団子とかそうもう普通の温泉まんじゅうとか、うん、もうああいうなんかいろんなものが入っててなんか上にキラキラしてるのよりかは、うんうんうん、もうシンプルイズベストみたいなのが好きですよね。そ
ですね、もう先ほど言った通り、もうそこで店の力っていうかね、味の力みたいなのがね、分かります、ね、そうそう、だからこのね、松風は本当シンプルで、うん、またこれ、よく考えましたよ、この蒸しパンみたいなものに、うん、あんこっていうのは、うん、しかも、この、なんていうんですか、黒っぽいのと黒っぽいの、うん、ここがもう黒糖が効いてるんですよ、やっぱりね、うん、味がこうまろやか、美味しいです、ほんと松風はほんとすごく大好きだな。というようなことで、前半戦終了というようなことにさせていただきます。どうもありがとうございました。